在ドイツ日本国大使館在ドイツ日本国大使館はドイツにいまする日本大使館で外務省の特別の機関である。ドイツ再統一により1991年にボンの在ドイツ連邦共和国日本国大使館とベルリンの在ドイツ民主共和国日本国大使館が統合された。また1999年には ザイベルリン日本国総領事館が廃止されて大使館に統合されている。修復される以前の荒廃した旧日本大使館現在の大使館の建物はナチスドイツ時代の1938年から1942年にかけてヒトラーとシュペアによる世界史とゲルマニア計画の一環として建築家ルートビヒモースハマーの総合設計。 セーザル・ピンナウの内装設計によって、ディーアガルテン地区に建設された。当時日本とドイツは、数軸国を形成する同盟国であり、ベルリンの日本大使館は日本にとって、欧州の重要な外交拠点であった。第二次世界大戦末期の1945年には、ベルリン市街戦で損傷を受けたものの、全壊は免れた。終戦後、 工学写真技術学校として使用された10年間を除いて使用されず、ベルリンが冷戦によって東西に分断されたこともあって、クチルに任せて放置された。1986年から日本政府によって修復再建が開始された。損傷が激しい旧大使皇帝部分は取り壊され、黒川紀章と山口や須春による設計に基づき再建された。 1988年、旧大使館の建物は、ベルリン日独センターの建物として使用されるようになった。その翌年の1989年に、ベルリンの壁は崩壊し、翌1990年には、東西ドイツが再統一された。1991年には、ボンからベルリンへの戦都が決定され、再統一の際は建物を返却するという、日本政府と、 日独センターとの契約に基づき、1998年に日独センターはダーレム地区へと移転し、約半世紀ぶりに日本大使館としての使用が再開された。郵便番号1785、ドイツ連邦共和国ベルリン市ミッテク広島通り6番地、在ドイツ日本国大使館は、ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、ザックセン州、 ザクセンワンハルト州、チューリンゲン州を管轄する。下記地域については、各総領事館の管轄となる。ありがとうございます。